あやい。そろそろ帰った方がいいよ。で、半年も経つし、手も繋いだし、キスもしたし、そろそろ大人の階段を登ると思っていたのに、イリド君は自分の部屋でおしゃべりしたかっただけなのかな。私だけがふんふん鼻息を荒くしてたのかな。絶対私に何かするつもりだったでしょ。笑いたきゃ笑えよ。もろもろの準備を整えて部屋に呼んだのに、ビビって何もできなかったヘタレ野郎をな。せめておいてなぜ驚く。準備？ビビって？どういうこと？私はあの日覚悟を決めてこの部屋に来たのに。は？いやだって君めおよ、ここで一生の思い出を作る気でいたわよ。完全にマジで。じゃあ後悔に打ちひしがれたあの日々は一体。こっちこそそんなに魅力ないのかって悩んでた時間返して。知るか、君があんなにガチガチになるのが悪い。悪いのはあなたでしょ、このヘタレ。